私の名前はさとみ。自分で言うのもなんだけど、超売れっ子女優。お疲れ様でーす。はぁ、疲れたしね。私の唯一の楽しみはこれ。すっぴんドーン。たまーにある休日にすっぴんで出かけること。自分で言うのもなんだけど、すっぴんなら誰にも気づかれない。出かけるところはできれば田舎がいいが、某人気ゲームの目的地のルーレットで決まったところに行く。今回は気仙沼。ルーレットは絶対。よーし、気仙沼だ。あ、気仙沼ってよく聞くけど、どこだ。沼。よし、こんな時は母ちゃんに電話して聞いてみよう。もしもし、母ちゃん、明日から気仙沼に行くことになったんだけど、気仙沼ってどこにあるんだっけ。あ、あんたお帰りもね、見てないの。女優失格だよ。気仙沼行くんだったら、モーカの星食べといで。あっりゃ幻の絶品だから。モーカの星。あ、女優失格って何よ。あと果物でニューサマーオレンジも美味しかったな。したら晩ご飯作るから、お仕事頑張ってね。女優失格って何よ。あ、おかえりもね。朝ドラか。最近忙しくて全然見れてなかった。そういえばモーカの星ってのが美味しいって言ってたな。なんだろう、あ、果物って言ってたっけ。幻の果物モーカの星、いいじゃん。喉か、最高。お、気仙沼市観光案内所がある。レンタサイクルもやってる。行ってみよう。海の子ホヤボーヤだって、かわいい。自撮りしとこう。あれあれ、くっそあの、撮りましょうか。あ、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ、観光の方ですか。わかります。はい、こいつと写真を撮ってる地元の人見たことないですから。え、そりゃそっか。あ、こちらの案内所の人ですか。いいえ。あ、そうだ、お姉さんお昼ご飯食べました。え、あ、まだですけど。マグロ食べませんか。はい。はるかちゃんだっけ。ごめんね、なんか上がり込んじゃって。いえいえ、ちょうどよかったです。家族は連休で旅行に行って、私しかいないし、冷蔵庫満タンなのにまたブロック届いちゃって。ブロック？あ、これです。マグロ、お裾分けでよくもらうんですよ。ごちそうさまでした。いっぱい食べてくれてありがとうございます。そうだ、はるかちゃん、この辺でモーカの星狩りってやってないかな。は？幻のフルーツがあるって聞いて、食べ放題とかがあったら。あれ、ちょっとはるかちゃん聞いてる。ああ、ごめんなさい、一瞬遠くに行ってました。え、モーカの星を狩りたいと。うん、オッケーです。乗りかかった船なのでお手伝いしたいんですが、私では手に負えないので友達に相談しますね。こんにちは。はるか、これお裾分け。ワンポイント、気仙沼ではご近所からお裾分けでマグロのブロックがどしどし届くらしい。羨ましい。あ、ケイチと流星です。こちらがさとみさん。こんにちは。で、のっぴきならないお願いって何ですか。実はさとみさん、モーカを取りに行きたいんだって。はぁ、あ、お姉ちゃん本気か。はい、マグロ丼でお腹いっぱいですけど、別腹ということで。いやいや、絶対無理でしょう。ちょっと待って、ケイチ、このさとみちゃんの目を見てわかんねえのか。本気の目をしてる。本気なんだよな、さとみちゃん。本気です、別腹です。よし、いい目だ。はるか、この格好じゃ無理だ。気がさせてやれ。明日の朝集合だ。
明日。え、船？なんで船？おい、出すぞ。さとみちゃん、足元を気をつけてね。あ、はい、すみません。あと気持ち悪くなったりしたらすぐ行ってね。行ってらっしゃい。え、はるかちゃんは行かないの？女は船に乗せねえ。あ、問題発言。てか私も女なんですけど。何？私は幻のフルーツモーカの星を食べたいだけなんですけど。で、ケイチ君、昨日は普通の優しそうなお兄さんだって思ってたのに海の男だったのね。頼もしい。で、私何言ってんの？よし、仕掛けオッケー。はるかちゃん、大丈夫？船酔いしてない？今更なんですけど、モーカの星って何ですか？そんなことだろうと思ったよ。モーカの星っていうのはネズミザメの通称、モーカザメの心臓。サメの心臓？やっぱり知らなかったんだな。日持ちしねえからなかなか出回らないんだけどな。コリコリしててそれもうまいぞ。果物じゃないんだ。果物なわけねえだろ。というわけでね、昔はマグロの仕掛けと一緒に上がってきたくらいなんだけど、食べてみたら美味しいし、いつの日からか本格的にモーカの水揚げが始まったんだって。そうなんだ。あと生レバーが禁止になったでしょ。モーカの星はあれの最高傑作みたいなもんだから結構人気なんだけど、とにかく日持ちがしないから幻って言われてるんだよね。へー、楽しみ。よし、そろそろ揚げるぞ。私も手伝います。今日は波も静かだけど、ここは本職に任せて、さとみちゃんはそっちで座ってれば安全だから。ありがとう。あ、おっと、大丈夫？ありがとう。あ、大丈夫？ありがとう。あ、え、そんなに揺れてる？ごめんなさい、揺れてる気がして。あー、いやー。ワンポイント、モウカザメはサメの中でも結構獰猛。大量だぞ。お待たせしました、モウカの星です。いただきます。コリコリしてて、でもお口の中でジュワッと旨味が広がって。はい、もちろん心臓だけじゃなくて身も美味しいですし、もちろんフカヒレもあります。デザートにニューサマーオレンジです。は、ニューサマーオレンジってどっかで聞いたことある気がする。いただきます。酸っぱくて美味しい。俺らは蜂蜜かけて食うのが流行り。はあ、ごちそうさまでした。あれ、ケイチ君は？ああ、あいつはとっくに帰ったよ。家族と飯食うって言って。あ、そうなんだ。連絡先くらい聞いておけばよかったな。ケイチの子供たち可愛いよ。連れてくればいいのにね。子供たち？うん、三人子供いるよ。みんなやんちゃだよ。あ、写真見る？あー、お幸せそうで。よし、仕事頑張ってまたモーカの星食べこよう。お帰りモネも最初から見ようかな。